上昇寺は、東京都北区赤羽根西一丁目にある、総当州の寺院。稲、付城跡あたり寺院を含め、もともと当地一帯は、稲付城と呼ばれていた城があったところと言われている。一説によると、戦国時代に、大田道館が築城したと伝わっている。大木谷上杉氏によるとの説もある。ただ、大田道は、 大木谷上杉氏の家臣だったので、彼も少なからず関わっていたと言われている。その後、道館の孫である、大田助隆及びその子、大田康介が二代にわたり、当地に館を築いていた。その後、稲付城は、後法城氏のものになり、後法城氏滅亡後は、江戸に入った、徳川家康の命により、廃城になったとされる。上昇寺の由来は、大田道館の死後、 太田道館の死雲津直将が1504年に城の一角に彼を弔う道を建立して道館寺としたことに始まる。その後明暦元年、道館の子孫の大田助宗が道などを整備して中高、太田道館とその父、大田助清の奉号によって事業を自徳山上昇寺と改めたと言われている。江戸時代を通じて上は田氏の母大とされ、道 大田道館像を祀るお堂。1715年建立、旧本堂、現在の弁天堂、1694年建立、などを造営するなど、深く関わっていた。その後関東大震災後の1928年に、現在の本堂が完成、観音堂が2007年に建立された。稲津家城跡を含め、当人一帯は、東京都の史跡になっている。 亀が,亀が、池辺在転亀が、池辺在店は、東京都北区赤羽西1-29-17にある、弁天堂。地元商店街が中心となった、弁天港の予防で、1980年に、上昇寺弁天堂から部材店を誕生した。例大祭は4月第1日曜日。名称の由来は、明治時代以前に、赤羽駅、西口付近に存在した亀が、池から取っている。 ありがとうございます。